のお耳につけてるの欲しいな。ごめんね、このイヤリングはあげられないの。どうして？これはね、お母さんのお母さんからもらった大事な大事な宝術師の証なの。お母さんの大切なもの？そうよ。さんの形してるよ。ユニコーンって言うの。この馬は宝術師の象徴なの。象徴？じゃあイヤリングの代わりにこの帽子をあげるから我慢してね。お母さん、ありがとう。ちょっと大きすぎたかしら。でもよく似合ってるわ。これでミントも立派な宝術師ね。うん、私もお母さんみたいな宝術師になる。復活させる方法を探しましょう。そうだね、それしかないんじゃない。早く何とかしないと。魔術が使えなくなるとまずいからな。風が気持ちいい。
さん、聞いてください。どうしたの？ユグドラシルを復活させる方法を考えていました。私の砲術でなんとかならないかと。でも今の私の力ではどうすることもできません。それで？ユニコーンの力を借りようと思います。ユニコーン？ユニコーンは砲術師の証。この世界のどこかにいるはずです。しかしユニコーンに会えたとしても、そう都合よく力を貸してくれるだろうか？それはわかりません。わかりませんが、今はそれしか頼れないってことなんだね。ミント行こうよ。ユニコーンを探しに。きっと見つかるよ。クレスさん、ありがとうございます。そうと決まれば早速行動だな。ユニコーンは砲術師の証か。はい、力を借りることができれば私の力でもユグドラシルを救えるかもしれません。他に方法がないんだったらそれで決まりね。よし、ユニコーンを探しに行こう。その帽子可愛くていいよね。ありがとうございます。彼氏かなんかからのプレゼント？いいえ、この帽子は私の母の、いえ、私の母からもらった大切な帽子なのです。へえ、そうなんだ。それじゃあちょっとかぶらせてなんて言えないな。え？あ、嘘嘘、なんでもないよ。うん、ユニコーンを探しに行きましょう。ユニコーンの力を借りればユグドラシルを復活できるんだね。はっきりとは言えませんが、でも他に方法がないんじゃ仕方ないじゃんね。そうだな。ダメだったら別の方法を考えればいいんだ。
探しに。この森か？ユニコーンがいるという森は。はい、おそらく。ミント、どうしたの？ま、ミントに何か考えがあるんだろうが、女性しか、しかも清らかな乙女にしか会わないとは。いくら神の使いとはいえ、わがままな馬だな。馬ではなくてユニコーンですよ。別にどちらでも構わないような気がするがな。とにかくこの森は安全そうだから、アーチと二人で行っておいでよ。私はちょっと。わかったわよ、ミント。行こう。私に何かご用ですか？可愛らしいお嬢さん。よかった、人間の言葉がわかるのですね。私の話を聞いていただけますか？この世界の人々や
動物たちの命に関わる大切なことなのです。私、砲術師のミント・アドネードと申します。実は暇だな。ええ、二人が戻ってきたら私たちも森の中を散歩してみようか。そうですね。ところで、ん？クレスはミントのことをどう思っているんだ？どうってどういう意味ですか？つまりだな。いや、やめておこう。気になるな。どうしました？森の中に邪悪な気配が。私たちの事情は今お話しした通りです。信じていただけませんか？私にはこれ以上うまく説明できませんが、お願いします。信じてください。危ない。我が主人の名はダオス。使命により貴様の魂をもらい受けに来た。急ごう。どうした？いや、そのとにかく急ごう。それより、しっかり。先ほどの話、信じていますよ。え？お嬢さんの心の中には一点の曇りもない。私は姿を変えてお嬢さんの力となりましょう。
ユニコーンは砲術の象徴。それがあれば、ユグドラシルが復活できるな。はい。ユニコーン本から、砲術の聖なる力を感じます。よし。それじゃあ、精霊の森に行こう。ところで、アーチェ、なんであんなところにいたんだ？え？私が、ユニコーンは会ってくれないだろうな、なんて。は？昔彼氏がいて、その、うるさいな。とにかく私じゃユニコーンに会えないってことなの。早く精霊の森に行こうよ。皆さん、下がってください。私が今使える最高の砲術をかけてみます。レイズデッド！なんだ？どうなっているんだ？みんな、大丈夫か？やったー！ユグドラシルが元に戻ったぞ！ミント、すごいぞ！よくやったな。やったじゃん。力が湧き上がってくるようです。これはあなたの宝力なのですね。いえ、私だけの力では。ユニコーンと皆さんの協力があったから。そんなことないよ。砲術をかけたのはミントじゃ。そうだよ。ミントの力があればこそだよ。ありがとうございます。これで私ももうしばらく生きながらえそうです。ですが、マナが枯渇しようとしていることに変わりはありません。それはおそらく魔化学が原因だろう。あれだけの力を引き出すには相当なマナを消費するだろうからな。消えちゃった。もう少し話してくれてもいいのに。彼女も精霊だからな。本当はこの世界に姿を現すのさえ大変なことなんだ。しかしマナが枯渇するとはまだ理解できないが。もしかして。どうした、クレス。
ダオスがミッドガルズを執拗に襲ったのは魔科学を滅ぼそうとしたためかなと思って。マナの力を利用するためにですか？魔科学の力を恐れたからかもしれないよ。だってダオスって魔術でしか傷つけられないじゃん。まあまあ、ここで議論したって始まらないだろう。そうだな、直接会って確かめるまでだ。じゃあトールに行こっか。そうですね。おそらくこれが最後の戦いになるだろう。準備はしっかりやっておこう。シルが蘇ったぞ。これもユニコーンが力を貸してくれたおかげだね。本当に何と感謝すればよいのか。さて今度は私の番だな。では超古代都市トールへ行くとしようか。
ってしまった歴史は現代ではどうなるのでしょう。それはわからないよ。でも現代でも魔術が使えるようになっているはずだよね。ええ。だったらもう一度ダオスを倒せばいいんだ。そうですね。そうすればモリスンさんたちを救うことができますね。トールへ行ってしまえばしばらくは戻ってこれないだろう。その前にしたいことがあったら言ってもらいたい。はい。ダオスをやっつけました。おめでとうパーティー。却下。なんでよ。僕たちはダオスに逃げられたんだぞ。ですから現代へ行って決着をつけなければならないのです。でもさ、この世界から追っ払ったんだしね、ちょっとぐらいならいいじゃん。何もないようだな。ではトールへ向かうとしよう。はあ、無視するなんてひどい。よし、あとはトールへ行くだけだな。ねえ、そのトールまでどうやって行くの？そうか、トールは海の底にあるんだっけ。ともかくベネツィアから船を出してもらいましょう。トールの上まで行ければあとは私に任せてもらおう。